ハーレム線はニューヨーク州のグランドセントラル駅とその北に位置するニューヨーク州の和製区駅を結ぶメトロノース鉄道が運営する鉄道路線である。ハーレム線は主に川沿いの公園道路の近くを走っている。南からブロンクス川公園道路、そう、ミル川公園道路と週間高速道路684の近くを走っている。この路線は 大きく三つに分けることができる。マンハッタンからノースホワイトプレインズ駅、ノースホワイトプレインズからサウスイースト駅は電区間であり、サウスイースト駅から和セ区ク駅は非電区間である。ダイヤは平日朝の始発列車からグランドセントラル駅を基準に朝10時までに同駅に到着する、もしくは平日朝9時までに同駅を発車する列車を AM ピーク、 平日夕方4時以降に同駅を発車する列車を PM ピークと呼び運賃が若干高めに設定されている。運行系統は主にサウスイースト駅で分かれる。サウスイースト駅南では列車種別はエクスプレスとローカルがある。ローカルは主にグランドセントラル駅からノースホワイトプレインズ駅を各駅に止まり、エクスプレスはローカルが止まるグランドセントラル駅から。 ノースホワイトプレインズ駅を通過し、ノースホワイトプレインズ駅からサウスイースト駅を各駅に止まる。サウスイースト駅北ではディーゼル機関車牽引の客車列車である。直通運転はピーク時にしかしておらず、通常運転ではサウスイースト駅で折り返し運転を行う。ありがとうございます。